はいどうも、ネングシューターと申します。今日はですね、ハイカッキングランプリやってまいろうと思います。さあ、ハイカキンどものトップは誰なんだというところですね。しかしですね、ちょっとね、最近なんと言ったらいいんでしょう、研究なんかは増えてないし、で武将地っていうのはですね、このハイカキンにおいてはですね、非常に高いウェイトを占めてたんですけど、あれ？めちゃめちゃ上がってんだけど、これね。あれ？武将値バカ上がりしてるね、これ。何これ？ 64,000？ 4万1000ぐらいだったけど、2万5000ぐらい増えましたね、これね。部隊増やしたからかな？まあまあまあ、僕で64,000ってとこでしょう。あとね、これ3軍とかね、やたら増やしまくると SR とか使わないのに。これでも武将値増えるらしいんで、3軍 SR でも。だからね、もうちょっと武将値はまあまた参考程度の数字かなっていう、まあそんなに高いウェイトでもない、まあある程度以上はハイカキンとして必要みたいなね。はい、今日もね、偉そうに言いますよ。あと戦略ですね。戦略は名砲いくつぐらい買ってるかとか、内政は建物か、うん、っていうとこですかね。君主は君主レベルだから全然もうこれは話にならないですね。はい、まあ普通に3から見てみましょう。3,4,5,6,7 で、その後ですね、9+10とかが高いかどうかですね。かなりだって違いますよ。11+12で1年最高算と違うわけで、14に関しては2年ですからね。2年差はでかいぞ。28はいないだろう、さすがに化け物が。さあ、どういうところでしょうか。3から見てまいりましょう。はい、3サーバーですね。名前返せよ。私の名前は名前返せよ。個人累積、総合力、龍子の桃源さんですね。なんか前期でよくお名前見た気がしますね。こんな感じですね。はい、映りましたね。はい、皆さん映りましたね。ありがとうございますなんだそれ。はい、じゃあ1位の桃源さんが総合力58万、高っ。普通って何万なの今、一体。もう分かんなくなってきたわ。30万台とかの人が普通ですよね。だから、35万台とか、まあ、40万台弱ぐらいなのかな。40万台超えると結構普通に課金者だと思うんですけど。で、内訳。武将値が7万7000。もう分かんないわ、上がりすぎて。もう分かんない。僕で6万4000でしたね。7万7000ね。はいはいはい。わかりました。で、戦略が1万6000というところ。覚えられるかな？この方の数字ね、覚えておきましょうね。3サバ1。771-160ね。はい。総合力が58万と。だ、ここで58万でしょ？だ、七七さんってさ、いかにあれだよね。あの、課金してたからだよね。うん。某会社の、あ、いやいや、やめとこう。個人情報は言っちゃダメだよ。いかなんでも。噂でもなんでも個人情報。はい。次の方、ミカドさんですね。物証値が7万3000。4000くらい落ちるんだ。4000もなのかな。で、戦略値はあんまり変わらない。なるほど。よっちゃんさん、7万2000。1万5000。はいはいはい。はい、次。どんどん見ていきましょう。順調に順調に下がっていきますね。おっと、武将7万6000がいた。これはえらい上げてる。やる気なしって言ってる割にはもうレベルが123だ。ずいぶんレベルを上げてるじゃないか。戦略15,400。すごいな。このレベルでもう1000万ぐらい課金してるかな。まあ、なんとも言えないな。74,900。15,000、やっぱ16,000ぐらいになんか天井がありますね。そんな感じですね。このサーバーを見ると。はい、次は3の次、4ですね。4サーバー、個人累積。あー、懐かしい。ライゴロさんだ。懐かしのライゴロさんが出てきましたね。ライゴロさん。これ、この人も見たことあるな。これなんて呼ぶのこれ、孫さん。で、マコチャンプさんね。なんか、見覚えありますね。透明、この方も一緒に会ったことある。
不満のみさんもある。なんで4沢って私いました、もしかして見覚えある方々。総合力59万、1万超えてきた。さあ内訳見ますよ。ドルルルドン、771を超えてきたね。ライゴロさんは前もね、もうほんのちょっとのとこだったもんね確か。で戦略ホラー16900、この900って大きいですからね。あの母数が低いですから戦略は。何やったらこれ900上がるんだろう。これどうやったらいいんだろう。これ SSR 装備とかを500個ぐらい持ってるのかな。500個とかそういうことなのかな。まあこれ IT 企業の役員ぐらいじゃないとこれぐらいのね形にならないですね。やめなさい、だからやめなさい、そうやって個人情報を出していくんじゃない。はい次、孫さん769。あーここ高いわな、ここ戦略のサバだ、戦略高いサバ。まこちゃんぷ56万。なごむ139。あーこれはなんでだろう、内政が高いのかな。56万。次776、高い。これはアクさんとライゴロさんどっちが高いの。776、アクさんの方が高いんじゃないのこれは。で戦略が15500。戦略のねこの戦差ってのはでかいと思いますよ僕は。だからなんかね届かないところなんでしょうねこれはね。戦略それだけ違うってことは。あー高いね。なんでそんな武将値上げ、この武将値をね上げる人って多分武将値すごい気にしてる人だと思うんですよね僕思うに。どうしたら武将値が上がるかっていうところに行っちゃってると思うんですよね。だこの方ね766163でしょ、これも高いよね。はいそんな感じで10位の方までちょっとペロペロペロっと見ていきますけども、はいもう十分な廃課金ですね。もう12分な廃課金、もうちょっとおかしい。これはよく使いましたねこんなにね。これ光栄の高いファミリコンのカセットを12000円ぐらいしたのが、これ100本ぐらいは余裕で買ってますよ。これ100本200本余裕で定価で買ってますよ。あんた直販で買ってますよ、光栄直販で。それぐらいのレベルですよこれは。はーい、ということでライゴロさんディフェンディングね、ライゴロさんディフェンディングで次のサーバー行きましょう。5サーバー。はい、あこの人見たことあるな、サンクチュアリのこれ。この人後発サーバーじゃないかな、割と後発の方のサーバーの人だよね確かね。ついに1位になりましたか。うわ58万1000、これどっちが高い、どっちが高いのこれ。どっちだっけ、最初58万ちょうどが最初の方でしたよね。で武将値76200、うん776には届かない。戦略も、うん、1000低いな。ライゴロさんだなこれ。ライゴロさんこれ今回の賞狙ってきましたねこれね。全くね課金が衰えないこれ。どうなってんの。なるほどなるほど。あ1万6000超えいますねでもね。カフェオレさん、はいはいはい、1万6000超え。おー買ってるなー。これ名宝出たら買っちゃうタイプ。まあでもね名宝買っちゃうのが早いもんね正直。ガチャやるより安いよ。だってガチャってどうやっても一つの武将 UR あれでしょ、10万かかるでしょ多分貫突させんのに。10万払うんだったらね、あの2万4000ぐらい払ってね名簿2つ取った方がね安いっすわね。確かに確実に使えるし、何にでも使えたりするしね。首相じゃなくても使えるとかありますからね。うん名簿の方がね安いと思うんですよ結局は。うんなるほど、次のサーバー行きましょう。6サーバーだ。はい第6サーバーを見てまいりましょう。はいはい、個人累積1位、あこれサウナ、サウナうなこさんね。群青にいるんだ。群青もあれだな、なんか17サーバーぐらいで名前どっかで名前
同じとこ見た、いや気のせいか。もうね、総価格57万8000。もともと道の人で確か76000の、16000が名宝買ってる、全部買ってる、買い尽くしてる、名宝買い尽くしてるし生み出し続けてる。なるほど。じゃあ順に見ていきましょう。さあ、ポイントはね、内政全然やってないのにこの武将値戦略値高いっていうパターンね。あとレベルも低い、もうこのパターンでしょうかね。お、馬上王さんだ。馬上王さん懐かしいな。馬上王さん71000、14000。お忙しいかな、ちょっと昔よりちょっとお忙しいかな。知り合いをなんで煽るんだ。さあ次のサーバー行きましょう。はい、次はですね、7サーバー獅子7ですね。獅子サーバーここまでだから、あの古い人はここまでですよ。さあここはですね、関鳥羽サーバーですね。関鳥羽サーバー、関鳥羽の元帥2代目この方が1位。でもね、関鳥羽サーバーね、あの全体的に低いと思うんですよね。走行力も56万だし、71000、16000でも、おー、でも戦略高い。うん、多分ね、こうなっちゃうと思う。落ち着いてるんで、ここ全体的に上がらない気がするんですよね。この竜神の人もすごい前、めちゃめちゃ強いなと思ったけど、まあ強いんだけど、あんまり戦わないと課金しないんじゃないかな。どうなんだろう。ほらすごい下がるもん、途中から。6万8000とかいなかったよ、だって。いくらこれ、農民にしても。4位の7万切るっていなかったよ、これ。これ、あれじゃないか？関鳥羽グループ倒そうっていう、これ勇者出るんじゃないか、これ。これ個人はそうでもないぞ、これ、廃課金は廃課金でも。これちょっと、ぬくなってるぞ、これ。農民だぞ、これ。ほらほらほら。ほら、これいけるんじゃないか？勇者、来期勇者出ないか、勇者っていう感じですね。7サーバー、次じゃあ見てみましょうか、新サーバーを。はい、次新90。いい加減もうこの呼び方なんとかしたらね、新90ってなんか新しく名前つければいいじゃん、獅子みたいに。じゃあもうね、元がどこだったっていうのはもうどうでもいいのよ。もう2、3シーズン過ぎたらもう覚えてないもん。はい、ということですね。ここは新人さんが多いところでございます。武神風神さんって見たね。何これ、武神風神。あー、そうだそうだそうだ、これやべえぞこれ。でこれほら、なんとか州しかいないじゃんこれ。あなんとか州とかなんとか会とか、なんだこれ、3文字しかいねえこれ。やっと出てきたのがカルピスソーダだ、これ32。うわー、これはずいぶんね、熟成してますねこれね。うん、熟成してる。57万、俗宝早い者勝ち、採取は防衛、装備じゃない人巻き込むことある。ほらむちゃくちゃだこれ、廃課金主義だこれ。これ、こういう考え方だと一番嫌い。ごめんなさいね。ああ、武将値7万7千ね。うん。そりゃね、このセリフを言うだけあるよな。うん。で、これは後発だから、いや、どうなんだろうな。これ、いっぱいいっぱい課金しまくっても、先発の人に届かない可能性があるからね。この人は後発だから。ログイン700日でしょ、僕でね、900何日だと思うんだよな。1000日まだ行ってないと思うんですけど。うん。要は半年ぐらい違うと思うんで。ですよね、確かね。あとでサーバー情報もう一回見ますけど。はい。TK233、54万。75,801万。ほら。これ、普通というか、これでも廃課金だよ。もう一つ7万6000。お前なんだこれ。これ名宝2つ買うのをやめた。ちょっと。途中で名宝2つ買うのをやめた。ほら。同じだもん言ってこれ。巻き込みクレーム返信しません。まあ巻き込みのクレームなんか返信しなくていいと思いますけどね、僕はね。
巻き込みのクレームって何だいたいと思う。もう言ったってしょうがないじゃん、巻き込むやつはさ、って思っちゃう。わざとやってんのか分かんないけど。はい。うちの S 小園範囲内での搾取している方は大量、何これ、このサバ頭おかしいのね。ここ頭おかしいよね、ちょっとね、これ。ジャイアニズムがちょっとひどいね、これね。これはジャイアニズムひどいわ。俺このサーバーで遊びたくないな。新90は。まあ、いけないけど。あー、これもすげえな。でもすげえな。これちょっと性格悪い廃課金がさ、集まりすぎてんじゃん、ここ。すげえな。すごいんだよな。武将値高えな。すごいね。なんか、まだいないかな、痛いの。ほら、無地もね、無言の圧だよね。無地も怖えんだよな。盾はつけないの、どうぞ巻き込めんだからさ、この君主込めで何かを訴えんな、やめろよ、もっとさ、ほのぼのとすればいいじゃん。何それ。おもろえな、ベイアン。ちゃんがつくのはすべてサブアカです。これは嘘つきだな。TK2303 って言うよ、これ。3アカ目じゃないこれ。ねえ。あ、俺この人見たことあるな。エイリアン。順位が進むとなんか、面白いこと言う人なくなるな。やっぱり何かを極めてる人しかなかなか面白いことは書けないね。うん。あ、いいね、これ。まったり隠居。絡んできてもいいけど、うちだるいよ。いいね、うちだるいよ。自分ではないんだよね、うちなんだよね。いいよね、自分じゃないんだもん、うちだもん。しかも副団長、サーバー死んでるのでまったり好きに暴れます。サーバー死んでる、大変だね。わかりました。いやー、大変ですね、これは。ちょっと個人戦力以外にちょっと面白いことを見つけちゃった。はい、11、12、ここら辺過疎ですよね、確かね。過疎ってるのここら辺だったような気がするけど、気のせいかな。はい、ここら辺は落ちるんじゃないかな、さすがに。ほら、49万とかだし、総合力7万7000がいた。やべえ、これ3サバでもトップがいた。やべえ、これはやべえ。498日絶対やばいのよ、これ。内政とかも、これ絶対やばいのよ、これ。30万って、これ。多分ね、いかないのよ。これはやべえな。これちょっと別枠ですね、黒丼さん。だって赤丼、緑丼、青丼って、どうせこれ、福赤がいるんでしょ、どうせ。これやばいな。この7万5千も十分やばいもんな。これ7サバだったらもうスターだよ、これ。ここら辺の人。ほら、7サバだったらスターだ、これ。スターがいっぱいいるじゃん、これ。おいおいおい、頭おかしいのかな、これ。ねえ。そんなに課金しちゃダメだよ。ねえ。大丈夫、これ。7万6千とかもいるよ、ほら。ここすごいね。どうしてそんなに課金するのかな。あ、やっと7万切ってくれた。ありがとう。和むわ。ああ、また7万に戻った。和ましてくれよ。心配になるだろう。また7万に戻ってる、これ。出来すぎくんがいる、出来すぎくん。出来すぎくんは絶句したやないか、この。ああ、これやばいな。黒丼。黒丼の7万7200。これはやばいな。498日。はい、13サーバー。見ていきましょう。さすがにここら辺から落ち着くでしょ？ねえ、13サバだよ、もう。もう。なんだ、まだ7万とかいんのか。まあ、でも UR 全部もうね、全力、買い漁っていけるもんね、今ね。なんか途中で出るじゃん。なんとか札、なんとか札言うてさ。それ全部買ってんのかな？で、三軍フルに買って。三軍集めるのどうやってやる？回す？交流。
交流回すの結構限界あるよ。いろいろ銅鐸みたいな集めたって交流で集めてもさ、なるほどね。さすがにここまででしょ。ここまででしょ。だから、ディフェンディングチャンピオンはもうね、ライゴロさんなのよ。あ、ちょっと待って、忘れてた。獅子2ね。獅子2ね。今んとこディフェンディングはライゴロさんなのよ。で、別枠、化け物がね、クロドンさんなわけよ。で、ごとくのとゴンタさんどうなんだって言ったら、これ、突き抜けてるな。59万3000。なんでさ、あんな農民サバでさ、課金してんのかわかんねえんだよな。課金した意味ないでしょ。拠点持ってないよ。大丈夫？拠点。あ、内訳。ドン。七子ですよ。あれ776じゃなかったかな、ライゴロさんって。で、戦略が16000。あ、ライゴロさんやな、これ。今回。ですよね。合ってますよね。ライゴロさんか、今回は。ついに、ゴンタ氏、負ける。なんと、ライゴロさん何サバだっけ ?4 だよね。4サバのライゴロさん、狂いのライゴロさん。狂い咲きが、最初、3サバスタートの狂い咲きの、ライゴロさんがついにトップ。狂い咲きが天下を取る日が、やっと来たのだった。ね、776169だ、これ。これだよ。これぞ廃課金ですよ。ほら。抜かれたわけよ、ゴンタさんは、これ。この額の差は多分ね、100万ぐらい違うんじゃない？これ。額で言うと。そんぐらい差あんじゃないかな。というところで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。いろいろありましたけども、ご容赦ください。ということで、グッドボタンは押してください。またんご。